どうも、プテラタカハシです。今日は、デッドバイデイライト、パート8、やっていきたいと思います。お、早速、ありました、ありました。よーし。やべえ、ちょっと、あの、左の、あれに気を取られた。あれ何？何お前どっから来たんだよ。マジだよ。え、まあまあ、え、ちょっと、あれ急に来たよね今ね。おー、こいつ初めて見たかもしれない。もうやだな。もう知らないやつがいるのは。足早いな。やられた。爆発したらすぐ逃げた方がよかったな今のは。心の音聞こえないから大丈夫だと思っちゃった。一瞬であれかな、ワープしてくるみたいなスキルを持ってんのかな。うん、心の音が聞こえない。豚でしたね。なんか豚で今ね、この子よ。あー割れてる。うわ強いぞあいつ。多分この子をね、40レベルにするために頑張ってるんですよ、これ。でね、あー、やられた。いや、うまいぞ、敵。助けに来てくれた。ありがたい。半分になる前に助けてくれるのはありがたいな。ナイス。助かった。ナイス。あと2回、あと1回すられても大丈夫。あれ、怖いよね。これ怖いよね。これのせいで最初一回爆発しちゃったよ。よしよし、回復しよう。あの子助けに行かないとな。一回回復したら行くか。よし。あ、助けた。ん？あ、助けてねえわ。自分が治っただけか。あ、今あの人が引き受けてくれてるから、外側から大回りしていこう。あ、行ってる。一人行ってるわ。俺行かなくていい。僕は発電に集中しましょう。うん。あの人多分。あれ？ん？判断を誤ったか今のは。あの人行ってない？ダメだこれ。いや、行くしかない。あの人行ってないわ。ちょっと判断を誤った。いやー、これは申し訳ない。来ないか。助けに行こう。いや、いる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 。いや、いるよな、あそこに。あ、来てる来てる。いや、あれ、あいつか？あれ、キャンパーか、キャンパー。あ、でも、一人回復してるわ。あの人が引き受けてくれてる間に僕行こう。助けに行こう。近いな。大丈夫だ。半分より前。よし、間に合った。そしてここ直しちゃう。なんかさ、時計が出てるんだけど、一人左下の二人目の人。なんだろうこの時計は。ミートボールさん。何の時計かな。あ、時計出なくなった。
ナイス。あの豚はどういう能力なんですかね。心音が恐ろしく小さいとか。あ、一人釣られた。あれ？釣られた？怪我もしてなかったと思ったけど。なんでだ？死んでったぞ、勝手に。あ、もしかして、あの時計はあれかな？なんかタイマーみたいなやつはあれかな？自分の死ぬ時間みたいな。なんか、うわ、あ、え、おかしくない？おかしくない？急に現れた。ちょっとわかんない。何今の。え、ちょっと待って、どういうこと、わかんねえ。なんだよこいつ。おかしいだろ今のは。何してんの、なんかつけられた俺。何つけた今。いや、知らないことばかりだ。はい、2回目。あれ、なんか頭についてるんだけど、これは何だろう。これがタイマーみたいのついてる。ナイス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 、ありがとう。死のタイマーじゃないこれ。うわ、死のタイマーついた。死のタイマー、これ位置バレたりすんのかな。しかもあれだ、相手がついて、相手のあのスキル釣られた。ノーワンエスケープ、なんだっけ、誰も死から逃れられないっていう。間に合ってくれ。やだ、死にたくない。あっ、嘘。何それ、何それ、もうなんだよ今の。俺わかんないよ。なんかピシュッとか言って死んだぞ。いやー、マジでマジでわかんない。おじちゃん、そっちじゃない方開けたよ俺。なんでダメだったんだろう。今勝てたと思ったけどね。おじちゃん頑張って生きてほしい。あー、いる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 。おじちゃん頑張って生きて。あ、来た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 よ。おじちゃん逃げて。あー、間に合ったね。いやー、なんで死んだの最後。理不尽だよあんなの。どうや、なんだろう、こいつの能力なのかな。あ、これか。逆トラバサミ。逆トラバサミの発動条件は何？わかんないな。書いてないか。でもこの人はあれだ。ピックっていうのは奇襲攻撃が得意なんですね。ピックっていう時なんですね。ピックは密かに移動したり、奇襲攻撃でダッシュしたり、生存者の頭に致命的な装置である逆トラバサミを装着したりすることができる。いやー、なるほどね。まあちょっといろいろまだ勉強不足ですが、あの最後惜しかったですね。死んでしまいました。何がダメだったんですかね。ちょっと何がダメだったか分かんないので、もうすぐ逃げれたのにやられちゃったんで、ああいう時はどうした方が良かったのかをコメントで書いていただければ嬉しいです。じゃあこれで今回終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。
ではまた。